茶屋町橋梁跡茶屋町橋梁は、福岡県北九州市八幡東区茶屋町にある旧鉄道院大倉線の鉄道橋である。なお、正式名称は茶屋川橋梁である。1911年に廃止された旧大倉線の小倉駅大倉駅間に所在する橋町20.51メートル、スパン町9.14メートルの単線用レンガーアあち橋である。 1890年11月に春光、春行。1891年4月1日に、供養開始したが、大倉線の廃止に伴い1911年10月1日に、供養停止となり、ほぼ撤去されずに今日に至っている。設計は、ドイツ人技師・ヘルマン・レムシュッテル及び、延べ地球機。本橋梁の特徴として、板別川、支流月田川の下流川のレンガ済みには、 将来の伏線化の際の橋梁増設を考慮して、レンガを交互に突き出させた、下駄場構造と呼ばれる積み方となっており、島模様及び市松模様に見える。本橋梁は1976年3月22日に北九州市の史史跡に指定されており、説明版が設けられている。また、2007年11月30日に近代化産業遺産に認定されている。 旧大倉線には、歴史的に重要な建造物も残されており、東京寮と同様に、小倉橋寮、大倉駅跡にも説明板が設けられている。ありがとうございます。